長野県。長野県は、本州内陸部に位置する日本の県の一つ。両性国名の品の国にちなみ、新州とも呼ばれている。海に面していない、いわゆる内陸県であり、大規模な山岳地があるため、過重地面積率は小さい。県庁所在地は、長野市。善光寺の門前町として発展し、第18回冬季オリンピックの開催地となった自治体でもある。 両生国の信濃国に、ほぼ相当する、旧三坂村、旧山口村が、岐阜県中津川市に編入される等のわずかな際はある。ので、新州、新州と呼ばれることも多く、特に観光ガイドでは、新州と呼ぶ。古代は、信濃と書いた。2010年、平成22年現在、男女とも、都道府県別平均寿命で1位の長寿県となっている。 本州の中部に位置し、周囲8県に隣接する、東西約1 2 8トル、南北約2 2 0トル、面積1 3 5 6 2 2 3トル、東西に短く、南北に長い地形である。面積は、北海道を除く46都府県のうち、岩手県、福島県に次ぐ面積を持つ。これは、南関東1と3県の面積の合計に近い。 長野県は、群馬県、埼玉県、山梨県、静岡県、愛知県、岐阜県、富山県、新潟と八つの県と接し、日本で最も多くの都道府県と隣接する県でも、ある、2位は、埼玉県、岐阜県、兵庫県の7都府県。ただし、兵庫県は、海上区間を含む。ただし、埼玉県とは県境が10キロメートルほどしかなく、中津川林道。 埼玉県側は、未舗装、また陶器や夜間は閉鎖されている。のみでしか、直接的な行き来ができない。富山県とは陸続きで接しているものの3000メートル級の北アルプスが立ちふさがっており、地形的にあまりにも険しくまた非常に山奥であるため、空路か、関電トンネルトロリーバスでしか往来ができず、一般人は、自家用車両による往来は、不可能である。 車両が往来できない県境は他に、群馬、福島県境があるがこちらは、徒歩でのみ越境可能である。他にも、地形的な問題等で、飯田市と静岡県静岡市、松本市と下諏訪町、大滝村と大桑村、岐阜県中津川市、道下路市など陸続きでありながら往来できない市町村が多数ある。中央部を高が占める山地型の地形ではなく、 むしろ北西の県境の飛騨山脈、南東の県境の赤石山脈の標高が高く、間のいくつかの盆地、稲田に、松本盆地、佐久盆地、長野盆地などを中心とした地域が形成されている。大半は内陸部の気候、中央高知式気候であるが、北部、長野盆地、白畑六などは日本海側の気候、日本海側気候の特徴もする。 県内の南半分は太平洋側に近くめし一域の多くは東京都、伊豆諸島、小笠原諸島を除くよりも南であり、県の最北端は那須塩原市や岩木市とほぼ同位のである。自然が豊富であり、地域医療への関心も高いことから平均寿命も長く、世界一の長寿国日本の都道府県で一番の長寿を誇る。日本の屋根と呼ばれ、県境に 標高二千メートルから三千メートル級の鉱山が連なり、内部にも山岳が重なり合う急峻で複雑な地形である。スータの水源を要し、天竜川、南進、諏訪湖を水源都市稲谷を通る、ヒソ川、中心は南下して、太平洋へ、千曲川、東進、北進、西川、中心は長野市で合流して北上し、県境を越えて品野川と名称を変えて、 日本海へ、姫川、中心も日本海に流れている。長野県に流域を持つ一級河川としては、品野川水系、天竜川、水系、木曽川、水系、姫川水系、矢作川、水系、藤川水系、関川水系、根川水系がある。本州を縦断する糸井川静岡構造線、糸生線が、県下を南北に走る。 伊都西線の東側は第3基層が分布している。伊都西線沿線の諏訪湖から中央構造線が南に走る。内陸側なので、気象など自然地理学では中部地方の中央高地として分類される。最大人口は長野市の387,146人。最大面積は松本市の 978.77km。 最大人口密度は、岡谷市の620.27人、キロメートル、最大ピルマ、人口比は、軽井沢町の117.8%。地方気象台による警報、注意報は、原則として各市町村ごとに発表される。ただし、松本市は、松本及び、乗倉上高地、塩尻市は、塩尻及び、奈良川となる。長野県は、 日本のほぼ中央に位置しているが、東西の分類では、中部電力等一部の企業や団体で、西日本に分類されることもあり、文化的、歴史的、人口の比率、面積の比率からして、東日本に分類されることもある。地方の分類では、中部地方、甲信地方、新越地方、甲信越地方、北新越地方などがある。県による区分では、 地方事務所の管轄に準じて住地域に細分化される。人口は現在、都市雇用圏10%通勤圏中心都市 DID が1万人以上の変遷。平成の市町村内合併は、他県ほど実施されず、中小自治体が失筆する。ただし、広域連合制度が、県内全市町村で活用されており、一部事務組合による広域行政も活発。2005年、 平成17年には、長野県から岐阜県へ、古市県合併の事例もあった。北新、北新地域、長野地域、東新、佐久地域、上昇地域、中新、松本地域、基礎地域、大北地域、南新、上稲地域、飯井地域、諏訪地域の4地域は、自然地理や歴史や交通などの各面で、特徴が全く異なっている。 これは、信濃の国、県下における、松本、伊奈、佐久、善光寺の4区分にも象徴されている。大まかに分けると、北進、東進、中新、南信は、それぞれ、長野県の北部、東部、西部、南部の地域となっており、北進と南信を除いて、4地域は互いに接している。北陸新幹線、信越本線、飯山線、小海線や国道18号。 上新越自動車道の沿線である北新と東新は、千曲り川流域で主に、中仙道と北国海道沿線にあたる。北新は、新潟県、群馬県に接しており、戦国時代には、村上市、武田市、小田市、上杉市の支配県に置かれてきた。全光寺海道沿いであった経緯や北陸新幹線、上新越自動車道で接続していることら、新潟県、群馬県、 東京とのつながりが深い。近年では首都圏からの観光客も多く訪れている。また、中心とは長野自動車道、篠の井線により接続している。北進は長野盆地を中心とした地域であり、新潟県に近いことから海水浴で日本海へ行くものも多い。一方の東進は群馬県、埼玉県、山梨県に接しており、戦国時代には 武田市、小田市、徳川市、北条市、真田市の支配権に置かれてきた。中仙道と北国街道の合流点であった歴史的経緯や北進と同様に北陸新幹線、上新越自動車道で接続していることから浅間山や薄い峠を越えた群馬県、東京との交流も深い。また、延山高原を経由する国道141号。 小海線によりつながる山梨県との交流も深い。山梨県との間には、現在、中部横断自動車道が整備中である。三国峠、長野県、埼玉県を経由して、埼玉県とも接しているが、道路事情が悪いため物流は、ほとんどない。道路で仮坂峠の国道140号が、開通する前には、薄井峠、東新山梨県、静岡県、大井川伊島のルートが、 国道16号県内を経由せずに、関東地方内を迂回する最短ルートとなっていたために、関東志向が最も強い地域になっている。これらに対して、中央本線、飯田線、大糸線や中央自動車道、長野自動車道の沿線である中心と南心は、中線道、甲州街道、筑二街道、糸井川街道、松本街道、北国西街道、 三州街道沿線にあたる。中心は、新潟県、富山県、岐阜県に接しており、戦国時代には、小笠原市、西名市、木曽市を経て、武田市、小田市の支配県に置かれてきた。中仙道、甲州街道、仙国街道、糸井川街道、松本街道、三州街道の沿線であったことから、新潟県、岐阜県、山梨県、愛知県、 東京都との交流が深い。北国西海道沿線には長野自動車道が整備されており、長野地域と接続している。中心地域の北部に位置する大北地域は飛騨山脈のすぐ東側に位置しており、登山、スキーなどの観光が盛んで、日本最大規模の八方尾根スキー場や菅池高原スキー場があり、長野オリンピックの会場にもなった。観光客としては、 関東地方からだけでなく、関西地方からの観光客も多い。また、国道147号、国道148号を経由してつながる、新潟県との交流もあり、山岳観光ルートの立山黒部アルペンルートにより、山形とも接している。また、中心地域の中部に位置する松本地域、中心は、諏訪地域、南心とともに中仙道と甲州街道の、 沿線として発展した地域で、山梨県、東京都、岐阜県、東農、比賀との交流が深い。中心地域の南部に位置する基礎地域。中心は、広域の名古屋県、中京県であり、歴史的に中世以前は、美の国に属し江戸時代には、終わり寮であったことや、国道19号、中仙道を通して、岐阜県、愛知県と接続しているため、経済や文化の面で、 つながりが深い。一方、南信は山梨県、静岡県、愛知県に接しており、戦国時代には諏訪市、武田市、小田市、徳川市の支配圏に置かれてきた。中仙道、甲州街道、山州街道の沿線であったことから、山梨県、東京都、静岡県、愛知県との交流が深い。諏訪地域は松本地域、 中心と共に中山道と甲州街道の沿線として発展した地域で山梨県、東京都、岐阜県、東濃との交流が深い。また、メッシー地域、南信は広域の名古屋県、中京県であり、中央自動車道、国道153号、三州街道、アスケ街道を通して、岐阜県東濃地方、愛知県を終わり、西三河地方と接続しているため、 経済や文化の面でつながりが深い。さらに、メッシー地域では、静岡県、愛知県東三河地方とも隣接しているが、道路事情が悪いため、物流が発達していない。現在、三円南新自動車道、飯田市浜松市を建設中であるが、全通するかは未定である。また、JRE 田線、国道151号線で、新城市、 豊川市を経て、豊橋市に出られる。水系は、北新、中新、松本地域、大北地域、東新、一部を除くが、日本海側水系に属するのに対して、南新、中新、基礎地域、東新、佐久市、立品町、南木村の一部は、太平洋側水系に属している。一般に、飯井地域、基礎地域は、名古屋志向が強く、 その他の地域は東京志向が強い。近世以前は中山道沿いという面で品の国全体でまとまりがあったが明治時代に東京が首都になり交通が整備されるとという3地域に区分できるようになった。ただし長野新幹線開通により大きな地域の住民の多くはバスで長野駅まで行き新幹線利用にシフトしている。長野県域でも 旧石器時代の遺跡がいくつか発掘されている。その中の野地里子遺跡、立賀 B 遺跡から人類が活躍していたことを示す、槍状木器、国器、白片石器などの遺物が発見されている。この遺跡は、ナウマンゾウやオーツノシカなどの大型哺乳動物を解体したキルサイトと推定されている。時期は、約2万5000と自然3万年前のものである。 全国で発見されている小野形石器の約4分の1に当たる239点を出土詩人の部分を音石で研磨したものが多く、世界でも最も古い魔性石器と言われている。その他この時代の遺跡としては、中町、品野町、日向林 B、や品野町、石子、原、飯田市遺跡が発見されている。二千年代の前半に竹砂、中原遺跡、飯田市が、 発掘、調査されている。この遺跡の石器集中地点4箇所から石器を含む8 0余点の旧石器時代の遺物が出土した。この石器方岩層の自然科学分析、火山灰分析、植物計算体分析、炭素14年内測定、光ルミネッセンス年代測定などが行われ、3万年、古く5万年より新しいという結果が出た。今までは日本列島に 人々が居住し始めたのは、後期旧石器時代の約3万年前以降であると考えられていたが、この遺跡の発掘調査で中期旧石器時代の終わり頃、3万年前から5万年前には、本県に人が生活を始めていたことが証明された。2万年前以降では、白片石器を特徴とする石器群が県内各地から発見されるようになる。 後期旧石器時代が終わる頃には日本で最初の採石人が矢出川遺跡南木村で見つかっている。有史以前、県内には縄文時代の遺跡が多数分布し、この時代の中心地の一つであった。地の市で発掘された土偶は2体が国宝とされている。また、小さ型郡長和町の和田峠は日本における国曜石の代表的な産地であり、諏訪郡、 原村の悪遺跡は最古級の環状集積とされている。続く、弥生文化は、まず、東海地方から長野県南西部へと伝わり、その後日本海側の北陸地方から北部へと伝わったと考えられている。この2ルートでの波及が原因かは不明であるが、中野市の柳沢遺跡からは、東日本では唯一となる一緒に埋葬された銅鐸と銅火が出土している。 銅鐸と銅下が一緒に出土したのは、日本全国でも、数例かなく、また、大阪湾型と、九州型の銅下が混在していることも極めて稀な、ケース。千曲県が分割され旧高山県は、岐阜県に編入、品の国部分、中心、南心、大北地域が、長野県に編入され、現在の長野県が発足した。法令による廃止はないが、 置き換わる長野県の発足により、実質的に両政国である、信濃国が廃止された。から1876年、明治9年8月21日。などの、計4 3団体に県が出資、または出演している。2009年、平成21年4月現在。田中県政については、独善、独裁的という見方も、ある一方で、 それまでの長野県政の悪兵を打破したという点では、評価する向きもあり、賛否は分かれる。村井県政は、田中県政と比較して、閉ざされた県政、県政の後戻りなどと批判される一方で、議会や県職員との対立を避ける姿勢を評価する向きもあり、田中県政同様に賛否は、分かれている。本社を置く企業については、お参照。第一次産業。 第2次産業第3次産業現在13の消防本部がある。全域が中部電力の送電エリアになっている。中部電力をはじめ、東京電力、東北電力、関西電力、電源開発などの水力発電所がある。60Hz の電源周波数の区域が大半であるが、小室市広報高原、大町市の一部、小谷村の一部、松本品川、 松本市安住の一部、安住の四方高の厨房温泉、飯山市の一部、栄村の一部などでは五十ヘルツの区域もある。県企業局による発電事業として十四の発電所があり、稲市に南新発電管理事務所、長野市に北新発電管理事務所が設置されている。長野県内の都市ガス事業はこれまで長野県営によるものと東京ガスによるものが 規模の大きなものとされてきたが、2006年、平成18年に、長野県営のガス事業、長野県企業局が民営化され、新たに設立された長野都市ガスに事業が移管された。その後2006年、平成18年7月1日をもって、東京ガスが長野県内で行っていた事業、同社長野支社の業務も含むがすべて、長野都市ガスに合わされた。ちなみに、 長野都市ガスは東京ガスグループに属している。蒸気も含め長野県内の主なガス供給業者は下記の通り。それ以外の水道事業は各市町村の当該部下や水道局、地方公営企業及び水道企業団、一部事務組合などが供給。長野県は古くから中山道、北国、街道、甲州街道など、 国内を東西南北を結ぶ交通の交差点に位置し、その流れから現在においても主要幹線交通が交わる。また、広く山国の長野県において、県内各地を結ぶ交通網は重要な機能を担っている。関東地方や近畿地方からの距離があり、広大な面積を持つ県なので、JR 本州三社すべての管轄路線が存在している。特に、 稲谷と基礎群は、首都圏、東京、鎌倉時内、大阪、京都、奈良から遠距離に位置している。1990年代前半の高速道路、中央自動車道、長野自動車道、上新越自動車道や新幹線、北陸新幹線が開通する前まで、地理的事情等で、他県や首都圏、中京圏等へのアクセスのしづらさによって、陸の孤島と呼ばれていた。 スワナンバーは地元での支持率が低かった導入に関する全国アンケートの回収率は20%前後にもかかわらず広域行政主体で導入したためか全国の18のご当地ナンバーの中で普及率は15位、交付台数は17位。行政としては車両入れ替えに伴う自然切り替えによる普及を期待している。この外に稲谷に稲ナンバーあるいは 南新州ナンバーの導入を、東新地方に、軽井沢ナンバーあるいは、佐久ナンバーの導入を、国土交通省に求める動きがある。このほか、上田市、松川町、高木村が市町村内において、独自のデザインナンバープレートを採用している。長野県は、旧、国鉄の線路が、JR 本州三社に分割された、唯一の都道府県である。主に、 東日本旅客鉄道 JR 東日本が北進、東進、中新、基礎地域と大北地域北部を除く地方及び諏訪地域を東海旅客鉄道 JR 東海が南進、諏訪地域除く基礎地方を管轄している。また西日本旅客鉄道 JR 西日本は南小谷駅北の大井戸線非電化区間を管轄している。 内陸圏で唯一空港を有する長野県は以前は教育に熱心で教育圏と呼ばれていたが日本の教育システムが偏差値重視教育へシフトするにつれ次第に長野県の教育圏イメージは薄れていった2002年平成14年度より田中県政下において公立小学校の30人規模学級が進められ2005年 平成17年度には小学校1から4年生の4学年にまたがる完全30人学級が全学圏の費用負担により全国で初めて実現した。また小学校5、6年生に関しては市町村と共同で行われている。長期休みに関しては長野県の気候の関係による寒中休みも一部の学校で実施されているが冬休みや 夏休みなどの長期休業が短いため、他の都道府県よりも年間休日数が少なく、その分登校日が多くなっている。長野県の県立高校の正式名称は、高等学校設置条例、昭和39年12月28日長野県、条例第64号、第2条により、長野県高等学校となっており、長野県立高等学校といった、 県立の名はもちいない。これは、北海道、宮城県と同様である。長野県の場合、学生改革当時は、組合率や、町村率の高校であっても県立特別せず、長野県高等学校を名乗っていた例があった。4年生大学進学者のうち、県内大学への進学率は1987年には8.0%、全国ワースト2であったが、 1990年代以降、四年生大学の改学が相次ぎ、2013年には16.4%、全国ワースト5まで改善している。2007年、平成19年上半期の購読部数は、新ごと約48万、読売、約6.9万、朝日、約6.1万、中日、約4.8万、日経、 約3.4万の順となっている。日本新聞協会調べ。長野県は民放テレビが4局となったのは1991年、190万人以上22都道府県で民放4局目が、開局したのは最後かつ唯一平成になってからだった。テレビ東京、TXN 系列局は存在しないが、ケーブルテレビによる、 区域外災放送で在京キー局のテレビ東京、基礎地域、下稲地域では、在名機関局のテレビ愛知が、視聴可能である。長野県内のケーブルテレビ局の数は、全国平均よりも多く、加入者も、県内全世帯の半数を超え、局数も20局以上存在する。これは、県内に産地が多く、南市町地域も多数存在していたために発達しと、 考えられる。ケーブルテレビが発達して間もない当時は、局数が少なかった。そのために、南市町地域解消という目的以外にも、県内外の情報格差是正を目的に、県内主要、ケーブルテレビ各局は、長野県域民放局再送信に加え、在京民放キー局、基礎地域、下稲地域では、在名民放機関局の再送信、 いわゆる区域外再放送を実施した。この区域外再放送は、県内に民放が4局開局して、情報格差が是正されからも長く続くこととなったが、2011年、平成23年、地上デジタル放送完全移行により、基本的にデジタル放送では、区域外再放送を中止する方針が出されたことを、受け、テレビ、東京文を除き2014年7月24日を、 もって廃止された。長野県は沖縄県と同様に公営競技場及び投票権場外発売場が一つもない県である。そのためテレビ等ではローカルでレースガイドが放送されることは滅多にない。しかし NBS においてみんなの競馬馬好きの競馬番組はネットしている。また林県の競馬、競輪、競艇場などのローカル CM が 民放各局で流れる。新州人は一般的に自負心が強いが、悪く言えば、排他的で、偏屈質を多分に持ち合わせている。また真面目で誠実、独創性に富んだ人が多く、理屈好きであるとされる。新州は南北に長く広大であるため、北に行くほど根性があるなど、地域によって気質に差が見られる。誠実で、忍耐強いが、社交で、 引っ込み事案が多く、自己顕示欲が少ない。また、理屈で相手を屈服させるようなことも少ない。内向的で、閉鎖性のため心底を見せることはないが、責任感は、非常に強い。喧嘩で、最も理屈っぽく、筋を通すまでは絶対論争をやめない。気度哀楽を面に出す熱血感が多く、概ね社交下手で、人を傷つけることはしない。 信州では唯一団結できる気質を持っており、何事も投げやりということがないが、ある程度のずる賢しさがあり、信頼度は低い。見えっぱりで、自己顕示型である。荒っぽくて妥協心が薄く、短気で喧嘩っ早い。感情下で理屈は筋を通すことを徹底している。排他的で他人を傷つけることもお構いなしな部分があるが、感受性が強く。 物に対する粘りにかける。誠実で人を疑うことを知らず、互いに傷つけ合うこともない。忍耐力が強く、古い練習をよく守っている。おおむね恩恵で、進歩的である。対人感情には、ムラがあり、一度や二度で信頼感情を示すことは少なく、安易な妥協は許さない。また、心の金銭にそぐわないことには、まるでそっぽを向いてしまうことが多い。 理性的、科学的な面が強く、合理的である。また、責任感が強い。一度決めたら、あえて険しい道でも我が道を行く。人がよく非常に温かいが、物事を徹底的にやりきるという厳しさに欠ける。県の各地域からは、おっとりしているといった印象を持たれている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。